から日本代表から世界大会に出る、うん、1名だけが本戦の東京 の、 あの、うん、ジャパンの大会に出られると、うん、ミスユニバース埼玉2013年度初代グランプリの筒井夏希です。今年は埼玉と茨城がタッグを組んでミスユニバースを盛り上げていきたいと思っております。2014年度ミスユニバース茨城初代グランプリの方を大募集しております。18歳から26歳までの未婚の女性、皆様どうぞ次戦他戦を問いませんのでふるって応募ください。お願いいたします。というところで、今後は茨城のそういう顔をですね、マスコットだけではなくてですね、女性でも作っていきたいなというふうに考えております。